ヒゲじいさんです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は下甑島の手打ち付近の観光を案内いたします。こちらが武家屋敷通りの一番端になります。全部歩くと大変なので、資料館の方に行ってみたいと思います。こちらが武家屋敷通りになります。まあ、今は普通の民家がたくさん並んでます。下甑郷土館です。薩摩川内市となっています。武家屋敷通りです。この石垣がなんとなくその雰囲気を醸し出します。先ほどの話ですと、この手打ちには3つの部落というか 町に分かれていて、それぞれが非常に仲が悪いそうです。そしてその仲が悪いがために、町が発展しないと考えていらっしゃいました。こちらが釣りかけ先の灯台になります。眼下にはこのような景色が広がってます。先ほどの資料館もそうでしたが、蘇鉄があちらこちらにあります。南国情緒があります。灯台です。ちょっと天気が悪くなってきました。横にこういうレーダーがあるので、ドローンを飛ばすとなんかバツって割れそうな感じです。私は花が全く詳しくないんですが、いわゆる彼岸花みたいな形の花なんですが、色は黄色です。なんていう花か、Google で検索したら分かりそうですけど、綺麗な花です。甑島西海岸景勝地となってます。釣り鐘先断崖です。断崖の方に歩いてみます。ここにはこのような島果ての丘という区があります。ここからの断崖は下は見えませんが、このような景色になってます。
この下越市議郷土館に来たのが8時半で9時からということで、先に他のところ行ってきました。入ります。なぜかって言ったら県内から来られた方は何で牛久島って鹿児島じゃないかって言われて、ルートだけは長崎、それいやそれで、はい、文化は、はい、薩摩よりも、はい、北風文化で向こうから来てる。ああなるほど。陸路じゃなくて海道です、ね、はいはいはい。2000来てるんですか。はい、こちらの方が小学校になります。全校生徒が16名。18あ18ですか。